皆さんこんにちは、アイズチャンネルのあきくんです。はい、今日はですね、福島県磐梯町の某所へ来ています。ご覧のようにね、道ではないような道なんですけども、実はね、ここは昔、旧道があった、まあ旧道というかね、昔道だった場所だそうで、今はね全く使われていないんですけども、この先に、建物があるということなので、今回来てみたんですけども、まるでね、こんなところに建物があるような、感じはしないんですけども、果たして本当に、そういったね建物があるのでしょうか。すごいね、こう生い茂っていて、こう藪になっているんですけども、まあなんとか行けないことはないので、少しね行ってみたいと思います。そしてすぐ隣には、川が流れています。とてもね綺麗な川で、清流といった感じのところなんですけども、ここの、そこにある建物は一体どういった建物で、どうしてここに建っているのかっていうことはねわからないんですけど、今回ね何か分かればいいかなと思い、進んでいます。本当に道なき道という感じで、この道がね、どういった道だったのか、そしていつまで、使われていたのかっていうのは分からないんですけど、ドラム缶が2本転がっていますね。何かしら、ここにねあったのを思わせる、ドラム缶がありましたね。よいしょ。本当に全く管理されていない場所なんですけど、ただこの幅、道があったという痕跡ね、この平らな部分っていうのは、あります。そして、皆さん見えますでしょうか。見えてきましたね。確かに、建物があります。見えました。どうしてこんなところに、建物があるのか、そして一体この建物は何なのかっていうのはね全くわからないんですけど、確かにね、こんなすごい廃道の奥にね建物がありました。いやー、ちょっと恐ろしいような。そしてここにバイクがね埋まってますね。ちょっと何のバイクだかわからないんですけど、バイクが1台、スズキのマークのエンジンカウルがついているんで、でも小さいバイクですね。すごく小さいバイクです。そして、こちら見えますかね、石垣がありますね。石垣があるということは、やはりここは道だったんですね。確かに道ですね。そしてはい、ちょっとねこういう廃道に、突如として建物が現れるとびっくりしますね。この造りは一体ちょっとお店のような形ですね。中にはこれテレビですね。本当に昭和のテレビですね。ブラウン管で、そしてチャンネルを回すものがついています。石垣、道の石垣沿いに木造で建てられた建物ですね。屋根が潰れちゃってますけど、確かに何かこうお土産屋さんのような雰囲気の建物です。そしてこっちがもっと大きい建物なんですけど、もう完全に、潰れちゃってますね。行けるかな。よっ。そして目の前にあるのは冊子ですね。冊子の扉があるんで、本当に古い建物だと
木造の扉なんですけども、サッシの扉になっています。で屋根はトタン張り。お、危ない。うわ、ちょっと足元が危ないですけど、もう完全に潰れちゃってますね。これは何でしょうか。何かわからないですけど、何かの機械がありますね。わあ、ここもね、建物だったんでしょうけど潰れちゃってます。トタン屋根のこの建物は一体何の建物なんでしょうかね。本当に川沿いですね。川の目の前に立っていた建物のようです。向こう側はもうすぐ川沿いになってるんで行けないですね。ご覧のように木造の建物で、屋根はトタン張り、そして完全に、潰れてしまっています。よいしょ。わあ、この先も行けないですね。もう潰れちゃってるんで、この辺りから、見るしか、方法はないですね。ああ、こっちももう川にせり出して家が潰れているんで行けないですね。まあ、結局ね、この建物が一体何の建物なのかっていうのが、わからないんですけども、結構こちらからこちらまでっていうと、そうだな、20メーターまではないか、17、8メーターぐらいある、結構大きな横長に長い建物になりますね。ああ、そして今思ったんですけど、廃道のようなところを歩いてきて、そしてその、先、どん詰まりのところに建物が建っていて、まあ言ってみれば道の真ん中に建物が建っているような感じですね。なのでこの道が通り抜けできる道なのかどうか、ちょっと不思議に思うんですけど、だからこの建物に行くための道だったのかもしれないですね。もしかしたら旅館とかお食事処とか、そういう感じの建物なのかもしれないですね。例えばこの川魚をこうメインに出しているお料理屋さんみたいな感じなのかな。あ、でもここから見ると結構本当に大きいですね。屋根が潰れて川の方にせり出しちゃってますけど、電気のメーターでしょうか。ちょっと錆びてわからないですね。もう本当に木が立って、そしてこの藪がひどい状態で、通常だとね、全くこの建物自体が見えないので、ここにこんな建造物建物があるっていうのを多分知ってる人は少ないんじゃないかなと思います。僕は昔ね、この川向かいの道があるんですけど、そこにね、史跡があるので、そこをちょっと探検しに行った時に、川向かいに建物、その時はね、この建物、自体潰れてなくて立っていたんですけど、今回何年かぶりに来てみたら、まあ、この建物のここまでそばに来るのは初めてなんですけど、もう潰れちゃっていて、当時からね、あの建物は一体何なんだっていうふうには思っていたんですけど、今回初めて来てみました。そしたらね、結局ね、何の建物なのかはよくわからないんですけど、ちょっと僕が思うにお店だったような
もしかしたら旅館とか民宿とかね、そういう風な感じの建物だったのかなと思います。僕が住むね、会津若松市から、車で20分、30分ぐらいで、着けるところで、そんなにね、本当にこう町から離れた、こう最果ての地という感じのところではないんでね、周りにもね、ちょっと行けば、町場もあるし、民家もね、たくさんあるところなので、もしかしたらね、地域の住人の方に尋ねたら、この建物のことも知っているのかなと思います。はい、それではね、今回は、ちょっと前から気になっていたけど、どんな何の建物なのかなっていうことで、実際に初めて、その建物の近くまで行ってみました。まあ申し訳ないんですけどね、結局何の建物だったのかっていうのはわからなかったんですけど、まあこういうところもね、人知れずあるんだよっていうことで、今回は終わりにしたいと思います。はい、それでは皆さん、またどこかの、廃道、廃村、廃墟で、よいしょ、いや大変だ、お会いしましょう。さようなら。